はいそれでは本日は1級建築施工管理技師の学科試験平成25年問60番品質管理活動施工管理法について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください「実99000」「品質マネジメントシステム」「基本」および用語の用語の定義に関する技術として最も適当なものはどれか1有効性とは計画した活動が実行され計画した結果が達成された過程をいうこの問題は正解です この、まず、有効性というもの。まあ、この通りなんですが、これはですね、効き目があることを有効性と言います。まあ、薬でも、えー、なんかワクチンとか打って、まあ、あの、なんか、病気が治ったりすると、まあ、これは有効だ、有効なワクチンだとか、まあ、なるとは思うんですが、自分たち、まあ、それをですね、まあ、この品質的に置き換えると、自分たちが計画したことを実行して、結果が得られること、これを有効性と言います。なのでですね、今回の問題は、計画した活動が実行され、そして、計画し、し 計画した結果が達成された過程というのは有効性、この品質のことを言っ品質マネジメントの用語の定義として、まあえー、当てはまるというか、えー、正しいことを言っていることになりますので、この1番に関しては正解です。それでは2番、是正措置とは、検出された不適合、またはその他の検出された望ましくない状況の原因を除去するための処置を言う。この問題は正解です。 この是正措置という言葉なんですけども悪いところや不都合なところを正しで再発防止をするための活動のことを是正措置と言います。なのでこのような簡単に説明するとこうなんですけども、まあ、こちらのことを言っていることになります。ちなみにですね、是正措置、まあ、改善という言葉とだいぶ似ているんですけども この改善ということはですね、悪くない部分でもさらに良くしようと改めること。なので、悪いところだけを改めるのは是正措置。そして悪く、悪いところや悪くない部分をさらに全て改善しようと、えー、さらに良くしようというのが改善という言葉になりますので、こちらも合わせて覚えていただければと思います。2番に関しては正解です。それでは3番。手直しとは、要求事項を、えー、適合させるための不適合製品に取る処置を言う。この問題は正解です。この手直し、もうそのままのことですね。 お客さんのニーズや要求事項をに合わせるために不適合となった製品を是正すること。まあ、是正するというのは先ほどの悪いところを直すというのが是正になります。なのでですね、まあ、ちょっともう説明しようがないんですけども、テロンをしいうのはこのようなことになりますので、3番は正解となります。それでは4番。トレーサビリティとは設定された目標を達成するための検証対象の えー、適切性、妥当性及び有効性を判定するために行われる活動を言う。この問題は不正解です、えー。こちらの説明はレビューの説明になります。まずこのレビューという言葉なんですけども、まあ、これは直訳すると、批評するとか、解雇するとか、よく調べるというものをレビューと言います。例えば Amazon の、えーまあ、レビューがあると思うんですけども、星つけて、その後、まあ、あの感想を打ち込むというのものがあるんですけども、そのように対象のもの、Amazon の商品、対象のものとか、あとは対象のことが、それが適正かどうか、そして妥当かどうか。 有効かどうかというものを批評する、まあ。良いか悪いかを考えて討論するということになります。論するということになります。なので、まあ星,をきえー、星5つか星3つとかをつけて、そして書き込んで、まあ、みんなで、えーまあ、これはいい商品ですよとか、これは悪い商品ですよと、えー、論することをレビューと言います。ただですね、えー、トレーサビリティというものは何かというと、トレース。 とアビリティの、えー、この直訳したもの、追跡可能であるということになります。なのでですね、商品や原材料の、えー、生産、流通過程、所在の履歴が見れたり、あとは追跡できる。このように追跡と書いてあれば、ほぼトレーサビリティだと思っていただければいいです。えー、トレーサビリティに関してはこの説明になります。えー、今回の問題に関しては、えー、レビューの説明をしていますので、4番に関しては正解です。以上のことから今回は4番が間違えているので、4番が答えとなります。